皆さんこんにちは。人材開発室の松本理央です。リクルートにはデータ推進室という組織があるのをご存知でしょうか。データとテクノロジーを活用して同事業プロダクトの社会的価値を最大化しているのか、皆さんにそのリアルを知ってもらうためによく聞かれる質問をこちらに集めてきましたので、データ推進室の責任者にぶつけに行ってみたいと思います。本日はよろしくお願いします。それではまず最初に大石さんから簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、データ推進室の大石壮吾と申します。リクルートの、データ組織というところの責任者をやっておりまして、リクルートいくつかサービスありますけど、その中でデータをどう利用していくかと考えて、実行していくことをやらせていただいております。本日こちらの箱の中に学生さんからの質問たくさんいただいておりますので、どんどん大石さんにぶつけていけたらと思っております。それでは最初の質問を開けていきたいと思います。最初の質問はですね、データ人材ってリクルートでどんな役割を担っているんですかということになります。主にですね、職種としてはデータマネジメント、あとデータサイエンス、あとデータエンジニアと、主に3種類あるんですけど、データマネジメント職がですね、こうデータを集めたり、品質高く管理したりみたいなことをやっておりまして、データサイエンスのメンバーはですね、そのデータを使ってどういうふうにマッチングの精度を上げていくか、具体的に言うと利用者の方に合った商材をレコメンドしていくロジックを作ったりしております。あとデータエンジニアに関しては、ロジックが動く、基盤の開発などを、日々やっております。それをどういうふうに、活用してですね、そのユーザー様の価値にどう返すかみたいなところが大事だと思ってまして、そういう意味でのデータ価値の最大化というところを考えながら、仕事をしております。はい、組織の中にもいろいろな立場のデータ人材がいるということが分かったんですけれども、リクルートにおけるプロダクト開発において改めてデータ人材に期待されていることは何になるんでしょうか。リクルートは非常に多くのデータを持っておりまして、そのデータをですね、どう利用していくか、進化が激しいですね、データ技術などを取り入れながらですね、いかにこう利用者の方が便利に感じていただけるかというところを考えて実行に移すようなことを期待されております。プロダクトの価値の最大化のためにあるデータと最新技術を掛け合わせて日々お仕事されているということなんですね。それでは続いての質問になります。リクルートはデータ活用を通じてどう社会のニーズに応えているんですかという質問になります。データ活用といっても多種多様なものがあるかなと思うんですけれども、具体的にリクルートならではのデータ活用事例だったりとか、プロダクトを通してどのように社会のニーズに応えているか教えていただいてもいいですか。いくつかサービスはあるんですが、人材領域でレジュメというサービスがありまして、転職をされる方ですね、なかなかこう時間がなくてですね、職務経歴書を作れる時間がないなどもありまして、それを簡単にできるようなサービスになっております。キーワードがいくつかこう、出てきまして、それを選んでいくことで自身の職務経歴書ができるというような、そういったサービスになります。リクルートならではにそれが実現できた背景だったりとか要因ってあるんですか。人材領域、長くやっておりますので、実際その選んでいただくキーワードを、どういったものにすると選びやすいかとか、キーワードを選んだ結果ですね、自身がどういう強みを持っているかとかですね、それが分かりやすくなるような工夫をしております。で、入力の時間が半分ぐらいになったりですね、非常に便利なものになっております。なるほど。今後このプロダクトでよりこう期待される価値だったりとか、生み出されるような新しい価値って何かありますでしょうか。そうですね、レジュメの中で例えばエンジニア職でやっぱどういうスキルがあるみたいなことが出てくるんですが、はい、それをこう選んでいくことで自身の強みとかですね、その思考みたいのがこうより明確になってきて、自分がこう選ぶ仕事とかですね、会社のこうバリエーションが非常に増やせるということが、これから生まれる価値じゃないかなと思います。はい、それによってこう実際の転職活動というのはどういうふうに変化していくと思われますか。そうですね、今までこう情報はやっぱりこの多い時代ですので、なかなか見つけられなかった仕事とかにたどり着けると思いますので、なんか自分が想像してなかった仕事に転職できたりとか、そういったことが起きるんじゃないかなと思います。なるほど。今こう HR のレジュメのお話を伺いましたが、 HR 領域以外にもリクルートの中には多種多様な事業領域があるというふうに思っております。データ観点で言いますと、はい、利用者の皆様にこう同意いただいた範囲の中での利用という前提にはなりますが、はい、例えばですね、旅行の宿を予約いただいた方に、おそらくその旅行先で利用されて飲食店のポイントを付与させていただいたりとかという例はすでにあります。旅行と飲食っていう領域があるリクルートだからこそ、そういう掛け合わせから新しい価値が生まれてるっていうことなんですね。多様なデータだったりとか、多種多様な事業領域があるということが、データ人材にとってはどのようなメリットと言えそうですか。
ビジネスドメインごとのいろんな種類のデータが回るという話と、ユーザーが多いことによってたくさんのデータがあるという、まあ、掛け算になるので、その中でこういろいろな施策をこう考えたりすることがまあできるというところが大きなメリットかなと思います。検討できるデータの量が多ければ多いほど、そこから生み出せる検討できることがより多くなるという感じですか。 それでは続いての質問になります。今後10年社会を取り巻く環境とデータ活用はどう変化していくと思いますか、ということで、まあ、現在データ組織を見られている大石さんだからこそ、こう IT プロダクトであったりとかデータ活用って今後どう変化していくというふうに見ていらっしゃいますか。今後10年でいうと、おそらく我々のですね、産業とかカスタマークライアントの生活とか仕事の中に AI というものが活用されていくだろうなと思います。その結果ですね、やっぱり AI が人の仕事とか何かこうタスクを代わりにやっていくという世界が起こると思ってまして、でそこで生み出された時間というのが、例えばご家族のために使っていただいたりとか、自分がこう新しいことにチャレンジすることには使っていただくような、まあ、そういったことはこの10年の中では少なからずも起きるかなとは思っております。AI というものが出てくることによって、まあ、生活いろんな側面で変わっていくかなと思うんですけれども、まあ、なんかその変化を踏まえた時に、リクルートだからこそできる面白いことだったりとか、またはこういう世界を実現していきたいという大井さんのお考えってあったりされますか。そうですね、リクルートはその AI 活用指針みたいなのを出させていただいてるんですけど、 AI というのは非常にこう慎重に扱っていくということが、まあ、前提になるとは思うんですけど、リクルートのさまざまなドメインの中で AI が活用されていけば、何らかこう利用者の皆様がこう便利になってくるという世界は大きいと思いますし、少なからずともですね、その一端をこう担っていけるといいなとは思っております。 AI を活用してリクルートとしてカスタマーだったりとかクライアントに対して今挑戦し始めていることって具体的にあったりされるんですか。そうですね、例えば旅行領域は AI のチャットボットを試験的にリリースさせておりますが、 AI が適切な宿をこうレコメンドしてくれるような、うん、そういったことを今実験的に始めておりますので、より進化していくといいなとは思っております。ちなみにその旅行の AI のチャットっていうのは、人がやられた時よりも AI が実際にそこを代替することによって、どういう、こう価値が具体的に生み出されそうなんですか。そうですね、ちょっとまだ精度はそこまで高くはないんですが、人がこう推薦できなかったものがこう機械に推薦されるとか、利用者の方がこう想像しなかったものが提案されるとかっていうことは AI 活用の中では起きていくかなと思います。それでは最後の質問になります。もし今大石さんがリクルートにメンバーとして入社したら、どんなことにチャレンジしたいですか、ということで、おそらくこう大石さんがご入社された頃に比べますと、横断組織化されていたりとか、データ組織としても進化しているのかなというふうに思ったんですけれども、そんな今だからこそ、もしメンバーとして入社したら、どんなことにチャレンジされたいですか。そうですね、まあ、確かに今入社したいとは思いますけど。そうなんですね。特にですね、やっぱり今は専門人材というか、自身の強みをこう発揮することに集中できるという環境、まあ、組織のまあ仕組みであったりとか、仕事の種類であったりとか用意されているので、とにかく自分の強みを生かす、その自分が一番パフォーマンスする仕事とかに集中したいなとは思います。強みを生かしやすい組織作りをされているというのが気になったんですが、具体的にどういう組織になっているんですか。専門性をきちんとその定義しているというのもあるんですが、その専門性を生かすことで、事業が成長する。例えばですね、データサイエンスの子がいいモデルを、いいロジックを作ると、それで事業の KPI とか目標が上がるみたいな。なので強みを生かすことが事業の成長、自身の成長につながるという、そういう組織になっております。まあ、大石さんのような組織をリードされる方が強みを適材適所に生かしていく、そういうことがそれぞれのパフォーマンスをさらに上げていって、事業をよりこういい形にしていくことができているっていう感じなんです。そうですね、いかにその専門性を発揮できる仕事にマッチングするかというところが、重要な仕事の一つになっておりますので、まあ、そこが我々、僕自身もそうですけど、毎日緊張感を持ってやらせていただいております。はい、実際データ人材の方が新しいことにチャレンジしようとしたときに、何かそれを後押しするような制度とか風土とかもあるんですか。リクルートがもともとそういう風土ですし、例えば専門性をこう上げていくような研修に行けるとか、あとはその周りの仲間ですね、専門性が高い人材が非常に多いですので、切磋琢磨してですね、スキルを上げていけるってことがまあできるかなと思います。実際にこれからリクルートに入社される仲間の方も多く見ていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そういった未来のこうメンバーに期待したいこと、大石さんの視点で何かございますか。僕も日頃心がけてるんですけど、その場にとどまらずですね、変化とかやっぱ進化ということをものすごい意識してやっていっていただきたいなと思ってまして、我々がそのやった苦労はですね、まあ、そこは省いていただいて、次の新しい世界をやっぱ生み出すということをやっていただきたいなと思います。データ活用っていうのがどんどん
日々日々進化してるからこそ我々データ人材っていうところも進化変化っていうのは厭わないっていうのが大事ということですか。はい、そうなります。本日はお話を伺わせていただきありがとうございました。本日大石さんのお話を伺って、急速に変化する世の中において幅広い事業領域があり、ユーザークライアントの膨大なデータを持つリクルートだからこそできる価値創造があると感じました。それではまたお会いしましょう。まだここにない出会い、リクルート。